こんばんは、五十嵐レイです。今週はフェブラリーステークスの前哨戦となる根岸ステークスが東京競馬場で開催されます。昨年優勝したモーニンのように、このレースを優勝してフェブラリーステークスを制覇する馬が今年も誕生するかもしれない重要なダート戦となりそうです。今週は距離適性に注目した競馬予想をお届けしたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。今回本命に選んだのはカフジテイクです。チャンピオンズカップを4着に好走したプリサイスエンド3区の馬、前走のチャンピオンズカップでも外を回って直線一気の競馬で最後まで詰めての4着は評価のできるレース内容だと思いました。今回のメンバーで直線の長い東京コースなら十分勝ち切るチャンスはあると見て本命に選びました。そしてキングズガードです。デビュー以来馬券圏内を外したのは22戦中3回だけという安定した戦績を残している馬です。決め手に欠ける部分はありますが、相手なりに際どい競馬ができるタイプの馬なので、今回も要注意したい一頭です。そしてベストウォーリアです。2014年2015年の南部杯を優勝している G1 馬です。7歳と年齢の衰えはあるものの、前走の JBC スプリントでも2着に好走しており、その前走の南部杯でも2着に好走しているなど、まだまだ軽視するには早い一頭だと思います。次に選んだのはタールタンです。東京コースでは狙ってみたくなる馬、気になるコース戦績は1着3回、2着が4回、3着4回、そして着外が5回と抜群の相性を持ち合わせており、得意の舞台で巻き返しの可能性は狙える一頭です。そしてノボバカラです。プロキオンステークス、カペラステークスを優勝している重賞2勝馬、実績的にも重賞戦線では通用する能力を持ち合わせているので、展開次第で不気味な馬だと思います。それでは今回は以上の5頭を馬単マルチの軸馬に本命のカフジテイクを選びました。相手4頭の8点と3連複5頭ボックス10点、合計18点で的中を狙いたいと思います。今週はシルクロードステークスの競馬予想も配信しておりますので、お時間がございましたら皆様の競馬予想の参考にぜひご覧ください。そして先週に引き続き、みんなの馬券のコーナーも用意しておりますので、ぜひご参加ください。そして今週も皆様のチャンネル登録お待ちしてます。ではまた来週お会いしましょう。